最後に忘れてはならないのが、当家自慢の執事、セバスチャン・ミカエリス。定めつ人を越しに続く茨の道も、恥じあぐるなら私はそばにいる。この胸に近い市中誠は揺らぐことなく、歩き守り抜く剣となりましょう。それが我が使命。例えば嵐が来ても、どんな時でも冷静に、嵐がいるなら迎えてみせましょう。いつもの朝を、ファストドライブの執事、僕らのお手本たるもの、さすがだぜ。この程度できなくてどうしますでしょう。それはさておき、あなた方は今が何時かご存知ですか。スープの仕込みが終わってないですよ。わったよ。草むしりはいつまで待てば終わるのですか。ごめんなさい。ローゼンタールで取り揃えた食器を割ったのはやはりあなたでしょうか。全くもってだらしないですね。司法人の自覚を持ちなさい。バカバカしい僕は部屋に戻ると、いいえ坊ちゃん、本日の予定はこれから、さあご準備を。たとえ何が起ころうとも、私は主のため尽くすだけですから、どうぞ私めに名義を。そこの体もこの心も捧げたあなたに礼をいただけるなら、私は言いましょう。高らかに言え。